べばよかとかね。おい、ご飯できたって呼びようとか、お母さん。食べんとね。ご飯食べんとねて。よかよ、無視するならしても。その代わり覚悟決めて無視しようとだろうね。菅は1日2日2、3日で自分の都合のいい時ばっか話しかけてくんなよ。なら良かった、お母さん無視するたい。その代わりお母さんも無視するけね。今週の日曜日釣り乗せて行ってて頼まれとるばって、無視するけ、乗せて行かんけ。は？無視すっとだろ？ならお母さんも無視する？それやめ、自分が気に食わん時ばっか無視して。で、自分が2、3日経って、乗せて行ってほしいとか、なんか頼み事があった時だけ、急に話しかけてきたら謝ったりして。よかよ、無視するならしても。その代わりずっと無視せよ、一生無視せよ。お母さんも一生あんたのこと無視するけ。わかったね。とりあえず日曜日の釣り、たかしと行くの乗せていて頼まれとるけど、乗せて行きません。無視します。わかったね。あんたがその態度でおるならお母さんももう、決めた？覚悟決めてあんたのこと無視するけ。最後に言うと、ご飯できたけんね。今降りてきて食べるなら、考えてやる。あとは知らん。チャンネル登録よろしくねー。